何これ？見ての通り婚姻届よ。は？はあじゃないわよ。10年前の今日これにハンコ押す約束してたじゃない。してない、俺じゃない。たっくん一緒にお絵描きしよう。うん。たっくん私の分あげるね。うん。たっくん結婚しようね。うん。10年後の約束な。うん。さあ押して、母音でいいから押して。お、押せるか。女も何を開き直る気じゃなくて、お前なんかいきなりすぎんだろ。つうか彼氏いるじゃん。ミシェルはどうなるんだよ。あんなの嘘に決まってるじゃない。なんですと！あんなにのろけてたじゃないか。デートしてるとか言ってたじゃないか。じゃああれか、あれも全部妄想か。自慢じゃないけど妄想は得意中の得意なのよね。ふざけんな。お前を信じてた俺の純真はどうしてくれる。私を忘れてたくせに、約束を忘れてたくせに、ずっと約束を信じてずっと大好きだったのに。ああもうとりあえずミシェルのことはマスズたちにちゃんと事情を説明して。それは嫌。なんで？だって恥ずかしいじゃない。やっぱ彼氏いませんでしたなんて。それにラブマスターとか呼ばれるのもなんか気分いいし。うわなんだこの女。でもそうね、たっくんが結婚してくれるんならミシェルとは別れるわ。妄想じゃねえか、ダメだろ。覚えておきなさいたっくん、この世に嘘つきじゃない女なんかいないのよ。かっこよく言っても許さない。恋愛のに毒され切ったお前なんかあーちゃんじゃない。ちょっと彼女いるたっくんがそれ言う？うるさいうるさいうるさーい。待ちなさいよバカバカ。大好き、ハンコ押せー。絶対押さない。なんか被って怪しい。夏川といるの？夏川いるの？いないいない、そのちょっと涼みに出ただけで。涼むなら花火行こうよ。エータと花火。いいって、もう十分涼んだから。ほらほら花火終わっちゃうよ。引っ張んなよ。Aくん、私の浴衣どう？あ、エータも浴衣にして。ごめん、あーちゃん。なんだありゃ。萌えです。え？見つけました。店長、運命の人です。もう少し垂れ目になれば。あのすみません。はい。好きです。いやー！いえ、こちらこそ。お見苦しいところをお見せして申し訳ございません。では早速 M さんよりのお悩みです。騙した。気になるあの人の落とし方を教えてくださいという悩みですが、お二人さん。そうだな。まず、ん？屋上に呼び出す。意外にベタだな、お前にしては。そして夕焼けと下校する生徒を見下ろしながら、高鳴る胸の鼓動を抑えてそっと彼の背中を押す。落ちます。落としどころが違います。衝撃的な告白だろ。身も心もな。
あとは最後に一言加えるとさらに効果的になる。相手は眼下で地面にめり込んでいるぞ。出れない。私本気よ。これで君の気持ちが本気だと伝わるはずだぜ。伝えた先に未来がねえよ。声が終わる。みんなは真似しちゃダメですよ。じゃあ素直に屋上でドーンとあなたを落としますって告白はどうよ。なんだかもう告白の言葉が脅迫の言葉に聞こえてきましたよ。一世一代の告白はやっぱインパクトがないと。そんな告白一代も残すな。告白じゃなくて告別の言葉になったりしてな。何に別れを告げる気だ。昨日までの私にさよなら。それじゃあ間違いなく恋にさよならですって。気を取り直していこうか。ですね。私は落とすために告白するのは悪いことじゃないと思いますが、勝算のない戦いはおすすめしませんね。ほう。恋は戦争です。あらゆる地を巡らせて相手を籠絡するために戦略は必須。女の子は生まれながらにして全開武将なのです。ちなみに私の使う計略は火星です。恋の炎で燃やします。計略なら俺も使えるぜ。ああ滑稽だろ。K の字ですらない上に使いどころね。めちゃくちゃ見られてる。天童さんどうしたのかしら。あれ天野くん。どうしたの。天童さんに会いに来たの。あいや違う違う、天童さんには一切興味も用事もないから。そうなんだ。じゃあ A 組に何の用事。あ、うん、今日は天童さんじゃなくて別の女の子に会いに来たんだ。わあ、ファッサー。よし。キュキュキュ。集中していらっしゃる。あれこのゲーム。コホン。天童さん。お久しぶりね天野くん。お久しぶりです。 A 組に何の用かしら。何というか女の子に会いに来たと言いますか。そう あれよね天野くんのことだからきっと委員会の仕事とかそういうあくまで事務的な要件でしょ。そうじゃなくて。いいんだよ、要件だけバシッと言ってくれば。要件だけ要件だけ要件。あ、そうだ、こちらの方と仲良くなりたくて勇気を出して A 組に来ました。どうしたんですか天童さん。ごめんね。スケボマシン。いつもすごく自由。